はい、こんにちは、笠間博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、仮面ライダービルドデラックスラストパンドラパネルホワイト&ラストパンドラパネルブラック&ブラックロストフルボトルセットということで、仮面ライダービルドに登場した本当最後の方にね登場したものになります。プレミアムバンダイ限定で2019年1月22日に届きました。メイドインタイランド2018ですね。値段は結構したような気がするけど、ちょっと忘れちゃいましたね。はい。セット内容なんですが、こちらに書いてある上記のもののみになります。なので、これだけを買っても、パンドラボックスは完成しない。なので、用意するものを自分で用意しなきゃならないんですね。このように。で、僕、パンドラパネルは、確か1個しか持ってないので、完成しないんですよ。なので、残念です。箱にはならない。で、これさ、すごいのがさ、白は白、黒は黒でまとめるとしたらさ、何個必要なのこれっていう話になっちゃうよね。だって6個ですよね。6個で2つのパンドラボックスが完成する。もうどんだけ開けていきましょう。正直僕はこれが登場、テレビで登場してきた時も、ああ、おもちゃだ。プレ版でおもちゃ 限定のやつだこれって思っちゃいましたもん。さあ、ということでこのように2種類 2個に分かれて入っておりましたね、段ボールで。まずはじゃあパンドラパネル、おっと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 、全然取り出せない。こういう感じかな。すごいしっかりと梱包されてますので、まあなかなか取れないですね。きた、じゃん、ただの色違い。ただの色違い。うん、真っ白。でもちょっとなんかパールホワイトみたいな感じですかね。真っ白というよりかはこの白よりもちょっと違う感じ。はい。で、黒い方、じゃん、どうでしょうか。おお、黒は黒だな。普通に黒い。っていうか、じゃあこれはあれなんだね。接続するものは入ってないから、やっぱり他のものを買わないとつなげることができないってことか。わーおー、さすがプレ版ですね。やってくれますね。大人のためのプレ版でございます。素晴らしい。で、黒の方にはこのような感じで入ってて、白い方こんな感じで入ってます。取り出します。はい、それでは全部取り出しましたので、実際にねパンドラパネルの方にインしていきましょう。まずはこちらから。お、え、こんな感じなの。あ、でロックするときはこれをあれするってこと。あ、そうだよね、びっくりした。なんか、あ、これで取り出せなくなる。俺パンドラボックスで遊んだことないかもしれない、実は。買ってあるだけで開けてないかもしれん。スッ、おー、入る。スッ、なんかほんと入れるときはスンって感じですね。スン、なんかカチッとかっていう感じじゃないんでね。スッ、入る。スッ、ん、これはOK、カチッ。で、スライド。こんな感じかな。これはどこだ？こっちか。で、こうで、こう。はい、入りました。入ったら、ここですね。これをずらすと、落ちなくなる。逆側も同じように、ずらしてずらす。おー、落ちない。いいね、すごい重た、パンドラボックス。ほー、こういう感じか。黒の方がなんか似合いそうな気がするんだけど、どうなんでしょうね。ちょっと入れてみますか。パンドラボックスのね、こんなに発売されると思ってなかったでしょうね、パンドラボックス自体も。僕こんなに商品化されるんだ。フルボトルも色違いでこんなに商品、あ、やっぱ黒の方が似合ってる。俺はそう思っちゃいますね。黒の方がかっこいい。
ほら、黒のがお似合いです。黒金がやっぱ生えますね。ここのフルボトルの先端が生えてるのかな。はい、ではビルドドライバー、あれ電池抜いてある。はい、それではじゃあちょっと音声聞いていきたいと思います。 CD こんな感じ。一応触れてここもね、先端出てきますから中がね一応動くはずです。見えないんだよね。でもね、回して動かしたところで中は見えません。で、他のとかはコブラ、多分普通に音声に関しては多分全部一緒。こんな感じですね。結構いろんな言い方があるんですね。ハッサミハッサミベッ。はい、ということでまあこんな感じでございます。すごいコレクターアイテムな感じしますね。本当にビルド好きのための一品って気がします。はい、エボルトも乗ってるしね。それではまた明日。